松永秀也は、兵庫県宝塚市出身のトロンボーン奏者。トロンボーンを、小新一、秋山博士氏、栗田正勝、デニスウィック、タッドリー・ブライト、イアン・バウスフィールドに指示。岡山学芸館高等学校、東京芸術大学卒業、英国王立音楽院中退。テレビ、東京ミュージックに所属。クラシカル奏法と、ポップなサウンドの融合で、 新しい音楽を目指すソロトロンボーン奏者。フラワー・オブ・ファイヤーは、没後100年記念、フランスの司法エミール・ガレテンのイメージ曲、サラニミュージーンなどのテレビ番組テーマ曲を手掛けている。2007年4月、フルート奏者の高木彩子と結婚。第14回日本館だ、楽器コンクールトロンボーン部門入賞。97年度東京文化、開館推薦新人演奏会へ出演。 第91回日演連水戦新人演奏会オーディション合格。広島公共楽団とコンチェルトを共演。第26回東京芸術大学室内学定期演奏会へ出演。優秀な学生によるモーニングコンサートにて芸大オーケストラとコンチェルト共演。卒業後2001年9月ヤマハ音楽新公会と英国王立音楽院ともにスカラシップを得て投影。 英国王立音楽院にて最高の評価である、ディスティンクションを受ける。テレビ東京系の未有人をはじめ、BS ジャパンの未来図鑑など音楽番組が中心。ありがとうございます。